クリス・ブルックスも先輩のザック・セイバーから教えをこいているということは、はい、まあ、指定コンビと言ってもいいわけですよね。そうですね、まあ、最初の練習俺だったよなんて言ってたから多分そうなんだと思うんですよね。これ、大野さん、確か、3本以下はダメだ。